こんにちにゃん、ねこにゃこです。皆様はゴールデンウィークをお幸せにお過ごしとのことでしょう。こちら、ねこにゃこの思い出のある海ですね。男らしいだろ。生命の誕生についてなんですが、生命の全ては海から生まれたっていうじゃないですか。ですが、海の塩分濃度は 3.5% と言われております。まあ、海によっても違うんですけどね。まあ、人間のその体内の塩分濃度と違うわけなんですよね。人間は海で生きられません。人間の体内の塩分濃度は 0.9% と言われておりますよね。ですが、なぜ 3.5% の海で生きることができないのかって話です。まあ、すべての生物は海から言われたと言われておりますが、まあ、最初はまあ海のその塩分濃度で生きれたということになりますね。ですが、やっぱ捕食者がいるわけなんですよ。まあ、追いかけられたり、まあ、食べ物が必要なんで食べたりしますよね。ですが、捕食者がいる限りやっぱり逃げますよね。人間も、まあ、例えばライオンに食べられそうになったら、まあ、逃げますよね。それと同じように海の生物も淡水に逃げ込んだりとか陸上に逃げ込んだりするわけですよ。ですが、塩分がないとやはり生きれないんですよね。そこで体内に塩分の貯蔵する箇所があるんですよ。人間で言えば骨ですね。骨に塩分がかなり含まれておりまして、なのでミネラル成分ですね、骨から溶け出して回しているというわけなんですよ。まあ、それはまあ食物から摂取したりするんですけどね。そう考えるとやはり生命の神秘なんかすごいと思いませんか。ちょっと調べてみたんですけどね、気になって。ということで、今日は生命の誕生についての簡単な話なんですけどね。そしてこちらは思い出のある海なんですけどね、まあ、場所はまあ、ね、言っても仕方がないんでね、人間はやはり海に変えるべきではないんですけど、ねこにゃこは何とかするべきとか言葉はあんまり好きじゃないので、まあ、ちょっと泳いでみましょうかね、せっかくなんで。なので今から泳いでますので、この辺で。生命は体内で海を作っている。なんだか美しい言葉に感じますね。